はい、どうも、コンチェルックです。本日はですね、メガネ EU を使っていきたいと思います。まあ、レート2000達成したパーティーにも入れてたこの EU なんですが、本当に超火力で超強かったのでね、その活躍を2000実況してきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、入れていきましょう。相手のパーティーが、サナ、カイリュウ、カイナ、イーユイ、オリーバー、ラウドボーンと、パオジ、イーユイ、カイリュウか、まあ、ラッシャリンルどっちかだな。包みはオールスバンスね。いやー、でもさすがにカイリュウだな。はい、対戦よろしくお願いします。アーナイト、まあ、わかる。あれ、トレースじゃない、こんなことある。まあ、つららから入ろうか。まあ、これはムンホケアっすね。ひるめひるめひるめゴー、硬い、オッケー、ここが強い。パオジアン、ちょっとテラバランス乗りそうなんですけど、オッケー、パオジアンのここが強い最強。別のカイナ、まあ、いるよね、わかる。どうしようかな、まあ、一旦流しちゃえば EU で飛ばすそうなんだよな。一旦カイリュウで、ラスイチが多分ね、ラウドかオリーバだと思うから、ここに EU を合わせて、まあ、カイリュウもあるか。カイリュウだったら EU 若干鎖気味になりそうで嫌だな。自信だとありがたい。ドレパン、まあ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 、一旦自信打つか、リュウマイか、自信打つか。引っ込める。カイリュウの時にね、ちょっとオリーバー、オッケーオッケー、オリーバーは別によくて、自信、こぼれ種でしょ多分。あれ、こぼれ種、あ、収穫の方か。はいはいはい、まあまあ EU 出していきましょう。ああ、おわひでカイナに圧かけていけば結構勝てるゲームなんじゃないかな。運営もワンチャンありだけどね。地下水はどうでもよくて、オーバーヒー打った方がいいか。うん、圧力かかるもんね、オーバーヒートで。テラス浮かんなくね、いい、テラス切ったとこで水とか。フェアリー絶対無理、絶対無理。オッケーオッケー、まあ、最悪ね、倒せなくても、そもそもイギーが一発耐える気があるし。オッケー、当てる。超火力。強っ。イギー強え。メガネイギーやべえ。メガネイギーのバカ火力気持ちよすぎる。ここは一旦カイリュウ挟んで勝ちかな。はい、対戦ありがとうございました。イギー強すぎ。パオジアンも強すぎ。はい、じゃあ行ってきましょう。相手のパーティーが、ワダチ、カイリュウ、神、ジバコイル、カバルドン、パオジアンと。イーユイ先発で、裏にいらっしゃおいとくとかはなしじゃないかな。イーユイ、ワダチ対面になった時が結構微妙だね。まあ、包みにしますか。ジバコがちょっと重いけど、まあ、頑張りましょう、そこは。パオジアン。あ、オッケーオッケー。この対面はもうやること決めてたから。あ、ヘイラッシャ、あ、どうしようかな。ヘイラッシャバックでもいいし、決めてたと思ったけど、いや、噴煙打とうかなと思ってたんだよね。まあ、さすがにラッシャ出しますか。じゃあ、EU 大事にするって決めたんで。さあ、ヘイラッシャを出していく。さすがに聖剣じゃないかな。オッケーオッケー。これ効かなくて。まあ、タスキパオジアンっぽいよね。まあ、ただ、こう、ジワコイ引きが結構見えるところなんで、一旦アクビから入りましょう。まあ、デンテラでもね。オッケーオッケー。ジワコイルじゃないかな。あ、オッケーオッケー。わかるわかる。ここはしっかり立ち回りでケアをしていく。ワンチャン釣り交換も出してなかったけど、電気テラバーストがやばいからね。ここは一旦守るでいいかな。守りましょう。オッケー。このボルチェン、効かない、効かないね。やっぱヘイラッシュ守る採用しとくとね、こんな感じで、タンボルチェンでね、アクビループをカットしてこようとするところでも強く出れるのが神。じゃあここはいい、いいユイ出そうかな。はい。そうね、出しちゃって良さそう。うん、そうね。多分相手裏誰も浮かんないから、イーユイ釣ってきたらうまいけど、オッケー、釣ってない。どうしようかな、オーバーヒート打つ必要があるか、打つ必要があるかどうか。滑舌が、滑舌が、さすがに今アナライズな気がするから、
ここどうしようかな、難しいね。まあ、テラス放射でいいか。受け出してくるとしたら海流か。海流考えたら若干噴煙打ちたい気持ちもあるんだよな。いや、放射でいいな。引っ込める。誰だ。おじ？アバタカミ。はい。これは、これが強い。メガネ EV。浮かんないからね。これが強いよ、メガネ EV は、本当に。最高、マジで。これでもうパオジアン相手にはヘイラッシュが安定するし、イーグイ、地獄相手には、ね、イーグイが結構安定するはずなんで、かなりいいんじゃないですか。おっしゃー、はい、手次オーデン羽ばたく神ごときワンパンと偉すぎる。まあワンチャン突っ込むもなしじゃないけどね。ここ聖剣だよね。聖剣ってかアクワザか。まあ、ラッシャー引きますか。一応ね、安全に行きましょう。ヘイラッシャー。剣舞。ああ、まあそれは良くて。ラッシャー相手に剣舞意味ないぞ。水のベールヘイラッシャーいないからね。それは全然一番良くて。今日エックルから入るか。引いてくる気はするけど、引っ込める。あ、まあ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 、ボルチン打たれたらちょっとめんどくさいんですけど、こんぐらい削れるかな。あ、一応包み削り、包みじゃねえや、地箱削り切って、あの包みの一環作るルートもあるんで、ね、あ、包みでもラッシャーでも、うん、こっちでもまあいいかな。なんならもう一環全然作れなくはなさそうだけど、こういうバックでちょっと最速置きボルチェンだけまだ負け筋だけど、それ以外はもうほぼ勝ってる。あ、いいよいい。起きないでほしいな。起きなかったら勝ち。おい、勝ち。これはいいっすね。いいプラスヘイラッシャーで対面操作がうまくいきましたね。まあ、一応ここは噴煙でいいかな。噴煙。まあこれはなんかパオジアン出してきた時に、あの、やけどしたら美味しいぐらいの気持ちです。ぶっちゃけ放射でいいと。どっちでもいいと。聖剣、つらら、不意打ち、剣舞とかじゃない、さすがに。噴煙。まあ、勝ってるでしょう。剣舞。皆さん、あの、ヘイラッシュ相手に、ダメですよ。ボッ、ボッ。ヘイラッシュ相手に剣舞意味ないんでね。ボッ、あ、燃えない。聖剣、あ、死ぬかな。効かないね、天然だから。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いや、このね、イーグの強さ見せることができたんじゃないかなと思います。いや、このイーグ本当になんといっても圧倒的火力が強い。あのね、やっぱ自分より遅いポケモンを全て焼き払えるのがね、強すぎる、マジで。どんぐらい火力強いかっていうと、あの、直帰セグレイブ、 HA 直帰セグレイブを炎テラスオーバーヒートでワンパンできます。やばくないですかね、特殊相手には打ち合える、あの直接グレーブをね、ワンパンできるこの圧倒的火力、本当に強かったので、ぜひぜひね、使ってみていただけたらなと思います。ということで、本日のレンタルパーティーが実はね、ちょっと改良しました。あのね、レート2000の動画でも言ってたんですけど、海流がちょっとね、うまく使えてなかったのと、新環境入ってちょっと若干ガッサが増えてるかなっていうことで、海流ラム海流にしてきました。はい、まあ、イーグと合わせてね、使ってみていただけたら嬉しいなと思うので、ぜひぜひ使ってみてください。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。ね、あ、引き続きね、3桁以上の方、構築記事募集しておりますので、もしね、動画化してもいいよという方は、DM か YouTube のコメントにでもね、送っていただければなと思います。Twitter の方はですね、あの概要欄にリンクがございますので、そこからぜひぜひフォローしていただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。